ということで今日は異なり屋にやってきました。ということでね、この中身の方はいろいろお伝えしたいんですが、まずはその前に行われた聖徳祭りの様子をまずはご覧ください。菊屋調剤薬局。薬は説明あってこそ服用できます。菊屋調剤薬局は滋賀県民の健康に奉仕いたします。はい、ということで聖徳祭りご覧いただけたでしょうか。それではですね、今から異なり屋の魅力をたっぷりとお届けしていきたいと思います。ということでですね、こちらの方の会場は、鶴ですね、折り鶴の、イメージがしてあって、で、折り鶴をメインに、もう本当にすごい、もう電気がいっぱいついてます。電気がついてますって変な言い方ですが、こちらの方は、頑張れ山本町助け合いジャパンということで、多分福岡関係ですかね、ちょっと折り鶴の上にメッセージも載っています。ね、本当にでも綺麗です。すごい綺麗なんです。映ってますかね。すごい綺麗なんですけど、本当になんか光の回廊みたいな感じで、本当に。それでは次のメインのところにも行ってみたいと思います。ということで、これすっごく可愛い、電気というか、ね、ネオン見つけました。で、結構さっきからカップルの方がすごいここで写真を撮っておられるんですよね。またぜひよかったらここで縁結びやってみていただきたいと思います。とっても可愛いです。ここはハートがいっぱいあります。もうさっきからね、すごいハートのイルミネーションがすごくたくさんあるんですよ。で、やっぱりカップルの方とかがすごい写真撮っておられてて、で、なんかすごくいい感じ。私もちょっと一人で写ってるのがすごく寂しい感じがします。このアップは耐えられないですね。こんなイルミネーションもあります。すごくね、これは竹で作られているような、この星の中に入ってるんですけど、すごくこう幻想的な感じでね、思わず星の中でポーズなんか撮ったりなんかして、ちょっと一人っていうのが寂しいんですけども、はい、ね、まだこの奥にもいろいろ続いているので、ちょっとそちらの方にも見に行ってみたいと思います。どっとどっと、よいしょ。はい、ということで、こちらイルミネーションのところに実はこういうプレートがいっぱい隠されています。このプレートは、ボランティアでこのイルミネーションを飾り付けた方のメッセージボードっていうことになってるんですね。でも実はこのプレートどこにあるのか本人さんはわからないということなので、まあ、異なり絵を見ながら、こちらのプレート、自分のプレートはどこにあるのかって探していただくのもこの異なり絵の楽しみの一つになっています。ぜひ自分のね、あのボランティアの方は自分のプレートがどこにあるのか探してみてください。菊屋調剤薬局。薬は説明あってこそ服用できます。菊屋調剤薬局は滋賀県民の健康に奉仕いたします。
ということで、ただいまことなりへとっても盛り上がってるわけなんですけども、まあ、実は私はちょっとスタジオを飛び出して久々の取材だったわけなんですが、まあ、取材というかロケだったんですけども、いきなりですよ、変顔はさせられるし、カップルの中を一人で歩かなきゃいけないし、今もこうやってこう一人でブツ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 歩きながらこの綺麗なイルミネーション歩いているわけですよ、ね、ちょっと久しぶりのロケにしてあまりにひどいロケじゃないですかということで、スタッフにはツッコミを入れながらこのイルミネーションを楽しみたいと思います。はい、ということで、ことなりへこちらの方楽しんでいただけたでしょうか。まだこちらのイベントの方は15日まで行われているということなので、ぜひこちらの方ぜひ来ていただきたいと思います。まだまだこれから盛り上がっていくのでね、ぜひこちら古都町のひばり公園の方にお越しください。